やる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 。デッドブル、そっちにゼロポットかよ。なんかのベーみたいな、もうあの薄いあれ吸気口っていうの。吸気口。すごいでしょ。あれあんなに薄くて入ってくるの、あれ。入んないでしょうね。なんかビューンバーン足してんのに、あそこがなんか薄いからなんかここ詰まって遅くなりそうな気がするんだけど。詰まりはしないでしょうけど。あれはあのちょっとふわっと族には、ね、あの狙いがさっぱりわからないんで、はい、ちょっとプロにぜひ解説をしていただきたいんですけど、あれ薄くすることで何を狙ってるんですか。あのベロ前のあれが大事。いやまあまあもちろんベロがないとね、うん、広いベロがついてるでしょあれ、はい。まあ、だからサイドポッドの入り口がまあ元はこういう感じでしたけど、それを細くして細くしておくと、この隙間のところであのダウンホースが出るんですね。ピュッてピュッて、だからあのグランドエフェクトと同じ、空気が圧縮されるから、グランドエフェクトと同じですよ。床下もやっぱり一回キュッてなって、ここで空気が薄くなることで圧力出てなるじゃないですか。ここもこうなる、キュッてキュッて入ってラジエーターにバーンと当たるってこと。はい。でも今あの途中までは嘘を言おうと思ってたんですけど、だからダウンフォース出るは嘘なんですけど、本当にでもこの隙間が狭い分、ここに入ってく気流は圧縮されるので、気圧が上がってそのラジエーターに入ってく重速が上がる。冗談で言ったんだけどそうなんだ。でその冷却効率、冷却能力が上がる。上がるんだ。壊れないんだね、バーンと当たっても。さすがにそれは計算して、まあ、だから今までよりもラジエーター強くしてるかもしれないですね。だからラジエーター側からすると、今までよりもなんかこう、そうそう、ちょっと待ってよ、まあ、お前痛いよみたいな、ね、ホースでもこう、ジャーってやるよりもこうキュッてやるとピューってくるのとあの同じですよね。イタタタタタってなる、ラジエーターがイタタタタって言ってる状態かもしれないね。あ、そうなんだ。え、これ何してやられたってこと、他のチームは。いや、まあ、やられてはないんじゃないですか。そういうことっていう、そっちのゼロかよっていう、もうペラペラなんて、まあ、あのこの前面から見ると、はい、この上下の天地幅は狭くなってますけど、はい、まあ、その分横幅はちょっと広げてるらしくて、あ、じゃあ流入量は変わらんってこと、まあ、そうですね、前面投影面積でいうとこの開口面積は、まあ、そんなに変わってないと思いますし、まあ、あの正面から見た時のこの断面積はちょっと狭くなってると思いますけど、うん、また写真の角度でね、余計細く見たりするので、ね、うん、ただまあこう、うん、それこそ今太郎さん言ったように、はい、下がベロッと出てる、見てて、うん、上から見た時のこの開口面積はそれなりにあるじゃないですか、はいはいはい、だから正面からどうかじゃなくて、こう上からこういう流れで入っていくわけだから実際には、うん、そういう意味ではまあ空いてる面積としてはまあそこそこまだあるっていう、うん、そうだからあそこのベロにこう空気が来てジュワーッと入ってってるのかなって、まあ、吸い込まれるでしょう。だからこの、うん、だってこう狭くなってるね、圧力が一回上がってヒュッて入ってからどんどん吸い込まれていくわけですよね。だから多分前に出てるこのベロのとこからもどん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 こう吸い込まれてる、吸い込まれてくる、吸い込まれてくる、ね、ジェットエンジンみたいなもんじゃないですか、ヒューってみんな。だから太郎さんあの横にいたらヒューって吸い込まれちゃうかもしれないですよ、太郎さんが。ああ、そういうことだ。走ってる時横にはいられないけど、そのもしいたら横の空気はそうなってるかもしれないと、ね、吸い込んでるかもしれないですよ。あのステバイザーとかタイヤカスとかどん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 入ってくるかもしれないですね。危ないよそれ、逆に言うとダメだよ、オーバーヒートしちゃうから、うん、入ったらね、本当に入ったらね、まあ、入んないと思いますけど、何でも何でも結局何でも吸い込んじゃうみたいな。何でもピット、まあ、ピットインしてきたらいろんなものがここに入っちゃった。あれってこんなのも入る、なんかエロ横に落ちてたエロ本とかも入ってるわみたいな、あれだよ、あの拾っちゃったわみたいな、こう横にこうあのパカッて開けたらもうそこにいっぱいゴミが溜まってる。ピット時間長くなっちゃう、掃除機のパックみたいな、紙パックみたいなやつがついてるかもしれないですよね。でもあれ薄くなってるってことは、その下のえぐれも大きくなってるってことでしょ。えぐれが大きくなりますので、そのラジエーターのところに続くここはすごく狭くなってましたね、うん、中に入るのはキュッてなるし、下が広くなってるからうわーって、アンダーカットの部分からより多くの気流を、うん、すごい量が下に降りてるってことね。まあ、そこはあんまりそこを狙ってるとは言ってないですけど、ね、ああ、そうなんですね、下に流すことが目的ではないんだ。だって、まあ、やっぱりそこの、うん、冷却効率を上げることが、まあ、一つ重要、まあ、それは結局冷却効率って、うん、要するに中に入れる空気の量が少なくて済むっていうことだし、はい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 、そうするとドラッグが減るし、うん、でラジエーター通った風はカウルの中通ってリアエンドに流れるわけですけど、そこの中の流れも今回ちょっと変えてきてるし、まあ、そこがリアサスペンションとかに出てくるんですけど、うん、まあ、そこの気流も少し改善してる、うん、よりそのそこが変わってるんで、
でサイドポッドの今横幅もちょっと広くなってるって言ったでしょ。これまあ実はアルファタオリも同じなんですけどね、前回、前々回かな、アップデートの時もやっぱりアルファタオリもサイドポッドをちょっと横幅広げたんですけど、まあ、だからそこは多分エアロ的な効果もあるんですけど、まあ、それに合わせてフロアのエッジの部分も変えてるっていう、まあその冷却効率だけじゃなくてサイドポッドとフロアのその気流の改善も図ってきてるっていう感じですね。あれ結局成功したの、あれは。まあ、したんじゃないですか。見た目が大きく変わったからなんかまたびっくりするぐらい速くなるのかなと思ったら、ね、ポールはハミルトンに取られちゃったり、決勝びっくりぐらいするぐらい速かったですよね。ああそういうことか。だからそれはまさに冷却効率、うん、ハンガリー暑いじゃないですか。あ、はいはい、すごい暑くて、うん、でなおかつこうくねくねしてるんで、うん、くねくねしてる、普通に走るとやっぱり冷却厳しくなるんですよ。まあ、それこそメルセデスなんかは結構エンジンとかブレーキの温度上がっちゃって、はい、暑いから本来のパフォーマンス出せないっていう、少し落として、はいはいはい、もともと温度が冷えるまで待つ、ね、まあ、それも結局冷えないと、もしくは暑い時に冷えないなってなるとカウルに穴たくさん開けて風がたくさん入るようにして冷やすしかないんですよね。でも冷却の効率高ければたくさん開けなくてもいいじゃないですか。あ、ルーバー開けなくていいんだ、うん、だから実際今回レッドブルの開いてる量少なかったですよね。開いてる量が多分今までのサイドポートのインテークだったらもうちょっと開けなかった多分オーバーヒートしたんじゃないかと思います。開けるっていうのは抜き床を作ることによってたくさん入れるように、はいはい、だから、まあ、もちろんマックスは先頭を走ってるから楽っていうのありますけど、うん、チェコなんか後ろからずっと抜いてきてるけど全然オーバーヒートしないですからね、うん、あそういうことだから、やっぱ効果はあったんじゃないかなと思いますけどね。それもレッドブルって別に今回急に変えたわけじゃなくて、うん、サイドポッドのあの入り口って、うん、開幕戦仕様の後バクーで実は一回、うん、狭くしてるんですよ。あそうなんだ。でさらに今回 もう一段やってきてるんで、まあ、バクーで入れたやつではこれぐらいの今効果だね、うん、で冷却的にどん詰まることもないし大丈夫だね、うん、で次もう一回アップデート、まあ、これで今シーズン最後かなっていう感じですけど、へ、この辺はだからずっと継続してきてるアップデートなんですよね。あれは単純に見かけだけ他のチームがコピーして効果が出るようなものなの、まあ、コピーできるんだったら効果出るんじゃないですか。あのペラペラトレンドになるのかな、またやってくるかもしれないし、まあ、ちょっとあれをやるにはまだ他のところの中身も変えなきゃいけなかったりするから、うん、ああそういうことはちょっと大掛かりな感じになっちゃうってことですね。サイドポッド全体の形も変えなきゃいけないし、あそういうこと、ラジエーター当たるところまでじゃなくてその先も変えなきゃいけなくなると思われるので、ううじゃあちょっと研究しなきゃいけない、ね、そうするとフロアも変えなきゃいけないしっていう、まあ、今回結局そうなるのか、ね、うん、あの FP1 でチェコ選手が早々にクラッシュしてまた釣り上げ て、はい、ってまた見せちゃったまた釣り上げてアップデートしたばっかりのやつ見せてくれたんで、うんうん、チェコ選手はいい仕事してますけどね。まあだからまた下が見えちゃってこっちゃんですってことじゃん、他のチームから、他のチームからするとそれでまた開発がはかどるなっていうところはあるかもしれないですね。なんかもらってるのかな、チェコさんチェコ君今回アップデート入ったからさあそこでちょっとクラッシュして、うん、あそこのコーナーでクラッシュしとけば釣り上げられるからさ、うん、そしたらうちのメカカメあそこに配置しとくから、うん、FP1 でよろしく頼むよみたいな、あ、おいしたって何言ってるんですか、そんなことできるかないでしょキーみたいな信じられないよみたいな、うん、まあでも本当役者ですよね、役者なんだ、まあ、あの今の、うん、あの F1 において最も開発に貢献してる人の一人になっちゃうね、あのアルファタオリのテクニカルディレクターよりは間違いなく開発に貢献してるでしょうね、うん、最速マシンだからやっぱりすごいエグいことやってるってことだよね、まあ、もちろんね、一番進んでるから一番早いわけですからね、特にフロアが一番重要だからやっぱフロアなんだね、うん、まあね、再三言ってますけど、そのじゃあ進んでるフロアが自分の車に合うか合わないかはまた別です、別の話、ね、考え方が方向性、うん、例えばレッドブルと全く同じ方向性目指してるんだったら、うん、あちょうどその自分たちが持ってるやつより新しいバージョンを見せてもらったようなもんだから、うん、あじゃあこれいただきってコピーしたらパカッとはまるかもしれないけど、うん、ちょっとでも方向性違ってたら、まあ、うまくはまらない、サイドポッドの形違いますとか、ね、サイドポッドからフロアエッジのところの気流の制御が違いますってなれば、うん、全然あのフロアそのままつけても全然効果ないっていう、むしろぐちゃぐちゃになっちゃうみたいなこともあるでしょうし、はいはい、まあこれで12連勝記録破ったでしょマクラーレンの、はい、35年前の記録って言われてもねほとんどの F1 ファンが生まれてないでしょって いや生まれてるでしょ、おっさんしかいないんだから太郎さんなんかほら35年前って言われてもリアルタイムだからねそれおっさんにとってはついこの間だそう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 、まあ、あのリアルタイムで見てる見てない別にしてやっぱ16戦15勝セナプロっていう、うんうん、まあ、ちょっと F1 を一つ代表する記録だと思うんで、うん、1988年っていうのは、はい、
なのでまあそれを破る上回るっていうのはまあ本当にすごいことだと思うんで、うん、まあ今年本当にそれが果たされるのかどうかね。このあといきなり急に遅くなっちゃうかもしれないし、なんか変わって急に遅くなるかもしれないですからね。そうね、例えばちょっとなんかあじゃあ、次週来週からフロントイングちゃんとチェックするようにしますねって言った瞬間に、うん、レッドブル急に遅くなるとかね、あこれダメですね、うん、あダメですって言われたらアウトか、アウトだからやべえっつって、うんうん、今のテストだったら OK だけど、うんまあ、結構フラップだってフラフラしますからね、あのオンボード映像とか見るとおスイッチ変えますよとか言われた瞬間に、うん、わーちょっとやべえみたいな、まあ、そのぐらいでは、ね、負けないぐらい早いですけどねそれでコンマ3秒遅くなっても負けないですからね。決勝ペースが遅くなる方法ないのかね、レッドブルさんは。レッドブルだけソフトタイヤ禁止とかレッドブルだけ内圧高めとか。35年前って、まあ、でもマクラーレンが早かった時もそんな感じか、まあ、もっと時代が違うからもっと極端だったね。もう1周3秒も4秒も違ったんだもんね。そうそうそう、2番手がフェラーリでもう全然走りも棒にもかからんっていう状態だから、うんうん、今のウィリアムズよりも全然遅いでしょ。そうだよね、アルファタオリよりも全然遅いですからね、うんうんうん、そういう意味では今は本当接戦だもんね。そうそうそう、なので、まあ、偉大な記録を作ったことには変わりがないんで、やっぱりそこは素晴らしいって言ってあげなきゃいけない、うんまあ、その偉大な記録をおそらく作るであろうあのマクラーレン16戦15勝 MP44 をおそらく超えるであろう、うん、この RB19 の、うん、おそらくまあこれが最終形態、このゼロポッドが。あ、ゼロポッドが、うん、だから開幕仕様でもしかしたらもうミニカー頼んじゃってる人いるかもしれないけど、最終形態、この歴史に残る、うん、もうマクラーレン MP44 よりもこれ歴史に残る車ですから。あ、そういうことか、うんまあ、それこそ35年これから破られないかもしれないし、あ、まあ、全勝しちゃったら、ね、破りようがないですからね。だからそうなるとその歴史に残る車の最終形態が今回投入されたこのゼロポッドということで、もうここまでこう薄くしちゃってるから、うん、もう次やるとしたら太くするしかないもんねもうものすごい太くしちゃう。もしくはもう開口部なし、サイドポッド開口部なし、もう下には流しませんね、もう全部入り口で受け止めますみたいな全部サイドポッドみたいな。確かに、まあまあそれぐらい究極いっちゃったってね。まあそういうこともあるかもしれないけど、まあとりあえず RB19 に関してはもうこれが多分最終形態なんで、うん、まあ一つの伝説を作るマシンのこの姿をしっかり目に焼き付けとけよっていうことですかね、うん、なるほど。なんかこれもまたそういうミニカーとかになるってことでしょ。もうそうですね、はい、何グランプリ仕様になるか分かりませんけど、ね、はいはいはい、記録達成のグランプリ仕様ね、出るんじゃないですか、うん、なるほど。じゃあミニカー職人が一生懸命作ってるってことだね、うん、はい、ということで、そっちのゼロポットかよ、ね、レッドブルまだまだ強くなるのか、もう勘弁してくれと思った方、いいねボタン、チャンネル登録、 F1 ライフ本サイトもチェック忘れずによろしくお願いします。ありがとうございました。